3位のドジャースは 10.5 ゲーム差。これも地区優勝は、いやもう無理ですね。もうこの時期になってこのゲーム差ですから多分もう無理です。地区は、まあ、ここはね3チームですね。あのカージナルスまでこの3チーム、まあ、どこが首位になるかまだ分かりませんね。ここは2割4分3厘は現在ナショナルリーグの16位最下位です。防御率が 2.86 という状況です。操作と野茂の対決は2割7分6厘でホームラン2本打っています。この映像を紹介しているのはブリュワーズ時代の野茂投手とそして操作の対決、操作がホームランを打ったというシーンですが、先発ピッチャーカブス、今日はザンブラーノという若いピッチャーです。まあでもあの先取点でしょう、先取点をやらないように辛抱して頑張れば勝機ありでしょう。勝機ありですね、なんとしてでももう本当に土俵際で踏ん張って踏ん張ってというプレーオフ進出を狙おうというドジャース。今日のシカゴリグレーフィールドは快晴、気温27度8分例によってこのサニー・ソーサが全力疾走でライトのポジションにつきます。いいですねこれね、スーパースターがやってるわけですから、これ観客のあの拍手を求めているわけですね。はっきりしてますね。さあピッチャーカルロス・ザンブラーノ、ベネズエラ出身、まだ3年目で22歳です。ライトのポジションサニー・ソーサ、ザンブラーノマウンド。前回実は5日前、8月の12日首位のアストロズと対戦、メジャー初完封を演じました。それから中4日を置いています。現在5連勝中です。盗塁の数はリーグ第2位です。詰まってセカンドへ、ラモン・マルティネスから一塁最後へワンアウト。196センチ、リグレーフィールド。今日まで3連戦、金、土、日、これ全てデーゲームです。現地1時20分を回っているところです。よく入ってますね。入ってますね。さすがに首位争いを展開するというシカゴ、2番キャッチャーはポール・ロドゥーカです。あの主砲のマグリフ、それからジョーダンを欠いて7月の初めから4番を打つこともありました、このポール・ロドゥーカ。ショートへアレックス・ゴンザレス、2アウト。7試合連続ヒット中というショーン・グリーンです。8月の初め、8、9、トーとドジャースタジアムで3連戦になりました。ドジャースの2勝1敗おとといからシカゴに場所を変えて、おとといのゲームはあの木田投手がメジャー初先発を果たしましたが、操作に2本のヒット2打点で負け、カブスが勝ち、そして昨日は10対5、ドジャースが野手先発全員安打、三振、スリーアウト。1回の立ち上がりはザンブラーの三者凡退です。さあこれから1回の裏、野茂英雄が先発のマウンドに上がります。ちょっと夏場以降調子を落としかけてるんでしょうか。まあ、調子自体は、ね、そんなに変わらないと思うんですよね、はい、やっぱり踏ん張らないといけないところでそのボール自体が甘くなってこう打たれてるわけですけどね、はい、まあ、そんなにあの調子自体は落ちてるとは私は思いませんけど、ね、そうですか、はい、13勝9敗、防御率は 2.86。 わあ、ドジャースのエースで開幕投手、そして後半オールスター後の第一戦もこの野茂が先発という状況でした。ここまでの内容です。13勝9敗、176回3分の1イニングスで与えたフォアボール79、三振144、ホームランは18本打たれています。
まあ、でも今シーズン200イニングいきそうですよね。そうですね、しかも立派なもんですよね。200イニング現在176回3分の1ですから。雨で2回降板という、そのレッズ戦をブレーブ戦を除けば、まあ、最短5回で降板というのもでしたが、1番センターケニーロフトンです。パイレーツから移籍をしてきたばかりです。7月の下旬にこのカブスへ移ってきました。ベースカバー、ノモ。ワンアウトです。ファーストはロビン・ベンチュラ。2番ショートはアレックス・ゴンザレスです。ボストンのあのフェンウェイ・パークに次ぐ歴史。ヤンキースタジアムよりも古いんです。ワンアウト一塁。多少、まあ、トルネードを少しずつこうタイミングを変えながらですね、さあサビン・ソーサ登場。おとといの木田が投げた時には1回にタイムリーツーベース先制打、さらに5回に三塁強襲打点付きのヒット。木田が2点取られてノックアウト、まあ、という交代したわけですが、全部ソーサにやられたんでしたね。まあ、1人やられたんですけどね。でも木田の投球内容も全く悪くはなかったんですけどね。527本のホームランは現在歴代12位です。ただそのまっすぐも球速差をつけてですね、投げていく、それから、まあ、フォークボールも、まあ、自分の意図とするところを狙って落としていく。ノモアットベル、looks at Gonzalez, now to the plate with seven, and the family really had to fend for itself. 2-2 pitch coming up. ノモ、another look since Gami Sosa. Adeo at the belt. またスタート。ボールで。取り成功。ワンアウト二塁と変わりました。アレックス・ゴンザレスの今シーズン初の盗塁成功です。一塁ベースは空いた形になりましたが、三振、ツーアウト。まあ、ノモはやっぱりバッターを抑える、強振できるバッターはやっぱり抑えやすいと思うんですよ。ただこの4番のレフトのモイゼス・アルーに対してはノモは相性悪し、通算では2割9分1厘という今シーズンここまでのアベレージ。ホームランは18本。サミー・ソーサの後4番を打ち続けるこのアルーです。ノモに対しては5割7分9厘。結果ストレートのフォアボール、ツーアウト一塁二塁です。まあ、ここはノモ、ロドゥーカのバッテリーも予定の行動でしょうね。予定だったと思いますね。ただやっぱり今まであのプライドありますしね、何が何でもって初回っていうところもありますし、向かっていくそのプライドですよね。まあ、こういうのも殺してですね、チームの勝ちに徹した投球をしていく、まあ、こういうところはやっぱり変わってきましたね、ノモね。5番ファーストランドール・サイモンです。昨日パイレーツから移籍してきたばかりの選手です。当てるのがバットコントロールがいいんでしょうね。昨年はタイガースにいて3割飛んで1厘、ホームラン19本、打点も82、タイガースのチームの三冠でした。うっと一塁取った、ベンチラが取っていた。ファインプレーです。ハグリフが7月の初め太ももの付け根を痛めて筋肉の部分断裂。ジョーダンが7月の初め左膝の手術、今季絶望。したがってそういう中でヤンキースからベンチュラを、そしてバーニッツをメッツから、
のリッキー・ヘンダーソンも加わってきましたもんね。そうですよね。ただやっぱりあの主砲2人がこう欠けたっていうところから穴が埋まるかどうかのその補強にはなってないんですよね。いきなり4番のバーニーズ三振。2割2分9厘と定率です。94マイルは151キロ。あ、今飛行機通過、ジェット機ですね、戦闘機でしょうか。今日シカゴではエア&ウォーターショーが開かれていまして、打ってのショートへです。ショートゴンザレスで2アウト。まあ、このショーのために、低空飛行で飛行機が飛んできまして、ベンチの選手もちょっとこうびっくりという言いますね。やっぱ音がすごいんでしょうね。あのヤンキーズの時には三塁をずっと守っていましたが、このドジャースに移籍してからはファーストを守ります。1・2塁間破りました。チーム初安打。カブレーラ、8番ショートコーラ、ラストバッターピッチャー野茂というオーダーです。野茂とは一回り以上13歳差の年の差があって22歳。ザンブラーノ、今シーズンドジャース戦は初登板。今シーズン20歳でメジャーデビュー。一昨年ザンプラーノは1勝2敗20歳の年。去年21歳のシーズンは7月、まあ、途中先発へ回って4勝8敗。22歳の今年のシーズンは、まあ、本格的な先発ローテーション5本柱の一角。打ち上げました。詰まっています。センターロフトン、ロフトン状況とすればまだ可能性はあるんですよ、あるってことは、まあ、この野茂を筆頭に、まあ、今シーズンはもう多分ドジャース打線そんなに打てませんよ、はっきり言って。ということはもうピッチャー中心に競った中でどれだけゲームを取れるかでしょうね、ということはワイルドカードも非常に投手陣にとっては厳しいですよ ね、ですよね。このチームの中で1チームだけプレーオフに出られるわけですから。そうなんですよね。あの上位1チーム、あの首位争いでポンとトップになればいいという状況とは違いますから、いっぱいいますからね。そうなんですよね。2回の攻撃は6番のサードラミレスからです。ツーラン、4打点を挙げました。センターへ、左中間の当たりになってロバーツです。ワンアウト。これは木曜日の飛行機が通過して、これ一昨日のゲームですうわあ、場内沸いていました。これあの心臓にも良くないですね、選手のね音を聞いたためにねビクッとしてるんで。マルティネスです。だからグルジラネックの控えという状況でしたが、センターへ抜けていきます。こちらカブスもこれが初安打。サードレギュラーだったわけですが、デビッド・ベルの加入のため控えに回って今シーズンカブスへ移籍と。ダスティー・ベーカー監督とまた同じチームでということになりましたが、ヒットを打って8番キャッチャーのポール・バコです。右投げ左打ちのキャッチャーです。まあ、本来カブスのキャッチャーはデミアン・ミラーですが、久々このポール・バコ先発でマスクをかぶります。1球の大差で投げていくと思うんですよ。バッターではありません。フォークをダブルプレーは取れませんで2アウト。ラストバッターのピッチャーザンブラーノを迎えます。右投げ左打ちのバッターで左打席に入ります。
あでもホームラン2本打ってますね。打ってんですね。2割1分8厘。まあ野茂も3本のホームラン打ってますから、打ってますからね。お互いにそのピッチャーに打たれた、ピッチャーが打ったというところのそのピッチャーに与えるそのなんて言いますか、心の傷っていうのはものすごく残りますね。ショックはね。ノーツー。まあ、振ってるところで投げなければ当たらないと思いますけどね。ダスティー・ベーカー監督が今年このカブスを新監督という形で3アウト。今日までドジャースとの3連戦すべてデーゲームで行われます。このリグレーフィールドはそのドジャース3連戦の前にアストロ戦が行われました。それも含めて5試合連続のデーゲームということになりますが、3回8番ショートコーラからです。ピッチャーザンブラーノへのゴロでワンアウト。この前あの地元で首位アストロズと対戦、まあ、当時 3.5 ゲーム差だったんですが初完封、それからチームは連勝、一気に首位に一旦当たったんですが、そのザンブラーノが完封したというのは分かりますね。分かりますね。ノモの最初の打席です。シュートを打っていい当たりでしたがファーストゴロ。まあ、シュートと申し上げましたが内側にこうギュッと切り込んできましたね。そうですね。右のバッターにはあのインサイドを打ってるボールは、まあ、ナチュラル的なのか自分でかけてるのか分かりませんけど食い込んできますね。まあ、今のはその少し振り遅れたボールがいい角度で飛んでったんですけどもね。得意のドラッグバントは3アウト三者凡退。今日解説の大島さんもこの野茂近鉄時代とは何年3年4年と対戦したと思いますが、早かったですねボールがね。今の野茂と違いましたね。やっぱりボール早かった。それからフォークボールはですね、まあ、一瞬ビュッと出てきて一回どっかで止まるような感じなんですね。止まってから落ちてくるような感じって言いますかね。でバットを振ってもボールがまだこっちまで来ない、キャッチのところまで来ないっていう感じのフォークボールだったんですけどね。ほらよく抜けてよく落ちましたですね。多く三振しましたか。やられました。はいはい、いっぱい三振させられましたですね。しかし今のボールを見ても今日1回2回投げてる球とはだいぶあの96年の17奪三振が違いますからね。勢いですよね今の17奪三振の時には。まあもう投球実ですよね。1番からロフトンです。打ち上げました。レフトへバーンズです。ワンアウト。19日からエクスポスと地元3連戦、22日からメッツと3連戦。またフォアボールです。8年連続の100打点。初球フォーク。ドジャース戦ブラウンから1回に先制ツーラン、4回にもブラウンからソロ、3対1で勝ちましたが全打点を挙げたソーサ。おととい木田からもチーム全打点。今年は欠場、春先だったですかね、親指の爪の除去手術17試合が済み、それから例のコルク入りバットで出場停止処分7試合もありました。その影響で少ないでしょうか。そうだと思いますね。そういう、まあ、不祥事ってことはないんです。自分の中からそういうミステークっていうのをこう犯してですね、やはりそのファンに対するもの、それから精神的なもの、あるとあらゆるものがやっぱり今シーズンね、こうかかってきてますから、まあ、汚名返上のためには打ちたいっていうところもあるでしょうしね、力みにもつながりますしね。オールスターにも出場できませんでした。東北
ノモにとっては5割以上打たれています。アルーです。打った方向打って打球伸びなし。バリッツ3アウト。上位2番からキャッチャーのロドゥーカからです。今日のリグレーフィールドは気温は28度。ショートへ。ゴンザレスから一塁のサイモンへのワンアウトです。この顔ですが22歳。そうですよね、いかついですよね。現地からの情報によるとですね、このカルロス・ザンブラーのベネズエラ出身、バッターは3番のショーン・グリーン。将来メジャーを代表するピッチャーになるだろうと。あるんではないですか。ストレート速いですね。ボール自体がこう動いてきますから、バッターからすると芯で捕まえるのは非常にこう難しいタイプのバッターですね。これで本当に経験を積んできて、ある程度自分の狙ったところでコントロールされるようになると、ちょっと苦しいですよね、打つ方は。少し中に入ってくるストレート系のボールに照準を合わせてドジャースのバッターを打っていかないと苦しいですよね。でそういうところから見ると大ブレイクしそうな感じのピッチャーですよね。ですからこのベネズエラ出身の現在3年目、22歳、カルロス・ザンブラーノという選手、ピッチャーをよくテレビご覧の皆さん覚えておいてください。フォーボールになりましたけど、今のインサイドのボールなんかも非常にいいボールですよね。こうやって笑うとやっぱり22歳の顔ですね。センターへ抜けました。監督としてもオーダーの組みようがないんですよね。ライトはサミソサ。まだ25歳というドミニカ出身のこのベルトレイ。昨日はホームランを打ちました。ツーランホームラン。これが若さですね。今のは厳しいストライクですけどね。ショーン・グリーンが2塁、1塁にジェレミー・バーニッツ、バッター・ベルトレイ、真ん中に入ってきた。さあセカンドランナーはショーン・グリーンは、さあっとレフトがちょっと弾いた、アルーが弾いた。1塁ランナーバーニッツはタッチアウト。キャッチャーの構えたところはちょっと違うところに行きましたね。アウトサイドからインサイドよりこう入ってきたわけですけどね。でもね、力のあるボールよくあそこまで弾き返したんですよね。これレフトアルーが取ってバックホームしていれば、もうクロスプレーですね。だから芝が長くてですね、あそこで球足が死んでしまうためにね、外野手よっぽどのダッシュ力がないとですね、はい、あそこなかなか拾い上げるっていうのはこう難しいんですけどね。6番ファーストベンチャーです。変化はどの辺で。やはりですね、やっぱり力みって言いますかね、なんとか抑えようとするところから、やっぱり今までと違ってですね、狙ったところと少しこう甘めに入ってくるって言いますかね。でも球威自体はあるんですよ。2アウト1塁2塁。年齢とともにこう覚えてきますよね。抜けてセンターへ。セカンドランナーは三塁を回ってホームイン。この回3本のヒットを集中。これ外から真ん中ですね。今のボールはやっぱ狙い目ですね。これでドジャースが2点を取りました。珍しいというとあれですが、本当に珍しいと思いますよ。集中打が出ますね。やはりこれヒットっていうのは繋がらないんですけど、その間のフォアボールをこうやって挟んできますと、こういうふうにいい形で打線で攻撃できますね。何しろ得点力はナショナルリーグの最下位、チーム打率も最下位。全得点、こちらはドジャースのダスティ・ベイカー監督ですが、ドジャースの得点は
あの一番多いブレーブスが700点で300点近くあのここまであの得点力の違いがありますもんね。それから足を絡めてただそういう戦い方がドジャースできるんですけどもなかなかその個人個人の率も悪くてなかなか出塁率も上がってきてないだけにね。落ちる球でした。セカンドへマルティネス、スリーアウト、打者2人残塁。しかしこの4回の表ロサンゼルスは2点を先取しました。ロサンゼルスのファンの方です。さあ野茂に援護射撃2点をもらって野茂のピッチングです。ワンからです。サイモンバットの先、打球に伸び出し、これが幸いノーアウト一塁。カブスに移ってからは初安打ということになりました。そのサイモンが出てこの後6番サードラミレスです。ミットは外打ち上げました。これも詰まってセカンドカブレーラ、ワンアウトです。ワンアウト一塁です。やっぱこう投打のやっぱバランスがやっぱうまく噛み合わないとなかなかその地区優勝っていうのもこう難しいところあるんですけど、でも今シーズンはもう絶対チャンスがあるわけですからね。まあこのところナショナルリーグの中部地区といいますとカージナルスの3連覇中、ブスファンっていうのは多いですもんね。そうですよね。まあ捜査を筆頭にですね結構あの名前はこう売れてますからね、チーム名は。レフトへ、レフトへ伸びてバーニッツ、バーニッツが掴んだ。ツーアウト一塁。まああの中に隠れることもボールあるでしょうけども、はい、まあグランドルールでいろいろ決まっていることがあると思いますけども、でもなかなか雰囲気のあるいい球場ですよね。いい球場ですよね。1914年にできたというこのスタジアム。ツーアウト一塁。ラストバッターの前、8番キャッチャーのバコです。打ち上げて3塁の左はベルトレイ、スリーアウト。ラストバッターのノモからというオーダーです。回は5回。さあこの回ザンブラーノがどういうピッチングに変わってくるんでしょうか。ノモ、グラウンドアウトとランドル・サイモン、インザ・サードイニング。今シーズン1割4分8厘というチーム打率のバッティングのノモです。今シーズンはヒットは8本打っています。プロ野球の選手はあっちゃ向いてほいちゃ向いてほいですね。ワンアウト。やがて1時間10分余りを経過します。しかもランニングホームラン。あ、そうなんですか。今シーズンあのロドゥーカが一つランニングホームランってのがあったんですが、これドジャースにとっては15年ぶりということだったんですが、2本出たってことですか。2本出たんです、はあ。まあ、めったにないことですからね。ないですよね。99年にはヒット30本余りを打って、そしてドジャースに移った昨年頭角を現したというロバーツ、粘って粘ってヒットを打ちました。この後ロドゥーカ、詰まったショートへ、ツーアウト、スリーアウト。ロドゥーカ1球で併殺。痛めたところが軸足の膝ですのでね。あ、やっぱりあの大事にしないとですね、これからのこともありますし、ある程度こう軸足に力が残ってないとどうしてもこうばらつきが出てきますからね、それじゃなくてもばらつきの多いピッチャーがいいね。それと一昨日あのメジャー3年ぶりに登板、しかも初先発という木田の情報ですが、昨日の段階で再び AAA に降格をしたということです。
まあ、ドジャースのピッチャーいいですからね、なかなかこう入ってこれない。でも印象って言いますかね、インパクトを与えたと思いますけどもね、木田っていうのね。5回の裏です。ラストバッターピッチャーザンブラーノからです。でも木田にもやっぱりチャンスあると思いますけどね。まあ腰痛を乗り越え、そしてあのキャンプ中の交通事故もありました。交通事故もありましたし、まあこれはもう先発としてはもう本当に上々の出来ですからね。これドジャースじゃなくて他のチームなら、あの先発ローテーションに入るかもしれませんよ。そうですね、これを何試合か続けてですけどね。野茂英雄はここまで許したヒットは2本です。与えたフォアボールは3つ、奪三振は2個。うまく打った。セカンドカブレーラ、ワンアウト。ファーストゴロ、レフトフライ。ライトへ、ライト前ヒット、グリーンの前、ワンアウト一塁。やっぱりノモは嫌がるはずなんですよね。今日は2つフォアボール。ノモが非常に投げづらそうにしているゴンザレス。ロフトンのリードは大きい。詰まりました、打ち上げた、ポップライになった、内野フライ。ベンチュラ、ドゥアウトです。1イニングは、1回はストレート、外。2打席目はフォーク。しかしこのサミソーサの3打席目はなんとなく怖いですね。やっぱりね、1打席目で全部怖いんですよ。怖いんですけどもね、やはりやっぱりフォークボールをどこで使うかだと思うんですよね。今のはフォークボールですね。だから初球から、はい、はい、だからそういうふうにこう組み立てていかないと、外外外でもまた山を張られて打ち込まれてしまいますね。でも分かりませんよ。力ありますから。おっと、ランナースタート、ショートへ、コーラ、スリーアウト。今年からのシカゴの監督ダスティ・ベーカー、今年のオールスターゲームのナショナルリーグの監督も務めました。ワンアウトです。あの4回の集中攻撃で2点取ったのが夢のような。そうですよね、あっさりとしてるって言いますかね。やはりどうしてもあのボール球をこう振ってしまいますね。あのグリーンもですね、いい時ってのはなかなかあのボールは手を出さないんです。今のボールですね、このチームの状況がこう状態が良くなってくると、またその外野手のトレードっていうのもありますしね。4番バーニッツを三振。今英語アナウンスではスライダーと言ってましたが、まあカットファーストなのかスライダーなのか少しこう変化していくわけですけども、あ、これはスライダーですね。外からのスライダーですね。アウトコースギリギリいっぱい。1対1の5回、エステスからの決勝ツーランホームランを打ったのがベルトレイ。通算のホームランも90本になってきました。まだ若い25歳。今日はいろいろ熱い。ツーアウトからフォアボール、バッターがまた左ですよね。ベンチラが入ってますから、まあ、そういうところからまた揺さぶっていくと、また得点機とかが出てきますけどね。あ、打っちゃいましたね。ベンチラ初球ヒッティング。ショートの後方はゴンザレス、太陽まぶしい。スリーアウト。球数はここまで74球。投げてますね。ストレート、ライトへ、グリーン、グリーン、高めの球、ショートへ、アレックス・コーラ、ベンチュラ、ワンアウト。捕まえきれないというところがありますよね。5番のサイモンです。初安打を記録しました。
当たり損ねのレフト前のヒットでした。Randall Simon lined out to first and single to left. このサイモンは対野茂に対して今日ヒット1本も含めて通算で5割です。おお、ああ、フォークボール。2アウト。ワンアウト。ツーアウト。ストレート。And that's going to go foul, I believe, off to the right and well back into the stand. Good. フォーク。で、そのパイですから今シーズン途中。やってきたラミレス。ベースカバーも4年出し。今早かったですね、スタート出しが。出しも早いし、トスも素晴らしいですね。まあ、でも年齢的なこともありますけど、野茂のその、まあ、肩のスタミナ等から考えますと、もともとはたくさん球数は投げれるタイプのピッチャーなんですよ。7番からという回は7回です。日本の近鉄時代だったですかね。ものすごく三振かフォアボールかな、はい、もともとはそういうタイプだったんですけどね。もう150球でも、はい、160球でもですね、軽く投げてましたもんね。まあ、年齢的にそれは無理にしてもですね、まあ、120から130はもう優に投げれるんですよね。お選手です。でも回から始まって7番カブレーラ三振。こちらは去年ジャイアンツでワールドシリーズにチームを導いたダスティ・ベーカー、今シーズンからのカブスの新監督です。これは何なんでしょうか。シカゴカブスのもう亡くなったんですが名アナウンサーの似顔絵なんだそうですね。ハリー・ケリーさんの似顔絵。コーラの当たりはレフトある。もちろん野茂がそのまま打席に立ちます。まだ投げたいっていうのもあるでしょうけどね、やっぱそういうのがもうベンチの作戦ですからね。2点リードです。回は7回。でも最近の野茂バッターボックスでもよく振りますね。振りますね、はい、やっぱりホームランを打った感触を残してるんでしょうね、はい、あれのホームラン目いっぱいバット振った感じでしたもんね。この回はザンブラーノはちょっと球数が増えてきました。リードするキャッチャーポールバコ、当たり損ねはサードへ。ラミレス、スリーアウト三者凡退。7回の表終わりました。ヒットの数は5本と3本、2対0。マルティネスからというオーダーです。球数が86球ですので、この回ちょっと多くなれば100球になるかもしれませんが、初球を打ってくれました。まあ、今の仕草を見ててもですね、なんであんなところで打ち上げてしまうんだろうっていう感じだと思うんですよ。今日ポップライン多いですね。多いです。やっぱそれだけベース板のところで来てると思います、ボールが。ははー、それと、ある程度その離すタイミングを少し長めに持ったりですね、いろいろ変えてるはずですよね。はー、ワンアウトランナーなし。8番のバコ入っています。フェアです。長打コースです。2塁に向かいます。ショーングリーン、ショーンボール、2塁に止まってワンアウト2塁。ラストバッターピッチャーザンブラーノですが、ああ代打ですね。代打を送ってきました。好投して2失点だけだったザンブラーノに変えて代打はオリアリ。このドジャース戦には出ていませんでした。フォークボール。だから速い球を見せてフォーク、フォークを見せて速いボール、まあ、非常にこういい組み立てでこう入ってきてますよね。これもう一球続けても面白いですけどね。フォークボール。トゥトゥ。ストレート。ストレートできた。外れた。ワンアウト一塁二塁。フォークボールを振ってくれても儲け物っていうのがありますから、ストライクゾーンからボールへ投げれるっていうところがありますから、フォアボールになってもそんなに心理的にはこう残らないんですけどね。しかも1番に回ってきます。初球ですね。最初の入り球だと思いますけどね。
フォークから入ってきました。バッテリーは三振狙いか、ベストはダブルプレーですね。内野ゴロを打たしたいっていうのがまず第一条件だと思いますけどね。いいボールですね。あそこを攻めとかないとアウトサイドのボールを引っ掛けてくれないですからね。おお、高めを振った。ロドゥーカミットは外、104万124人、まあ、地元のファンは一番ワクチンです。と、いや、これ多分ストレートのボールが来て、これ多分フォークボールを選択したんではないですかね。そのフォーク打ってファーストゴロ、ツーアウト、一塁はセーフ。ダブルプレーはなりませんでした。ツーアウト一塁三塁。どうしても長いのだけは打たれたくない、つながってもらいたくないというところから、最後は自分の一番いいボールを選択しなきゃいけないんですけども、このロフトンが一塁ベースにいます。2番のゴンザレス、2つのフォアボールとファーストフライです。これはね、あんまりファーストランナーロフトン気にしない方がいいですね。まあ、走られてもいいぐらいの気持ちである程度目で押さえておいて、バッターと勝負した方がいいケースですよね。このケースはもうね、あ、いった、あ、ロソン行った。キャッチャーロドゥーカどうする、投げた、殺した、通り失敗。おっと、ロフトン怒った、ロフトン怒った、ロフトン怒った、盗塁失敗。まだ怒ってます。セカンド塁審はグチオーネ。防御率が 1.48。 これオールスターで打たれたから良かったんですよね。わかりませんね。あのブルージェイズの若いあのウェルズに、先頭バッターラミレスがツーベースヒット。Ramon Martinez, and let's look up. Fastball fouled away. 7番のマルティネスです。その通り行きますもんね。コントロールいいですもんね、ガニは。わー、三振。ワンアウト。カナダ出身の27歳というガニエ。Baco can get a board and they count 2-0 to Baco. Right. 出してもらいたいですね、100万円。また98、詰まりました。完全に詰まって打ち上げて、ツーアウトです。カルロス、ケアロスが代打で出てきました。ドジャースに12年間いました。そして今シーズンからシカゴカブスの一員になりました。まあ、今日はノモ先発で、あの、ノモが95年投げていた頃、ケアロスの4番を持って、この対決ちょっと楽しみにしたんですが、今日はスタメン外れ、代打、ここで起用されました。点差は3点、9回2アウト、ワンエンドワン。あー、投げました。最後はスローカーブ。これ2打席目、右肩見たらやっぱりアウトサイドを目をつけてるなっていう感じはもう見て取れますからね。初球のフォークから入って、この打席は見応えありましたね。ありましたですね。野茂捜査の対決は三振三振ショートゴロ。今日は完璧に野茂に軍配が上がりました。やっぱり捜査を抑えると勝てますね。勝てますね。この写真で捜査笑ってますけど、今日は泣いてますね。野茂の方がもっと笑っていいですよね。なるほど。まあ、いい球と悪い球はっきりしましたけども、まあ勝ててよかったです。